はい、なんだかわかんないんですけど、全然。今井なんとかっていう、ちょっと読めない。ルルかな、ルルかな、ちょっと知らないんですけど、興味もないんですけど、興味もないんですけど、この話題なので、6.9万件の表示。はい。なんか、時々これ出てくるんですよね。ね、新しい人ですかね。まあ、イルミナティですね。自民元大臣の長男に求婚していた週刊文春。はい。で、この通り書いておきます。まあ、週刊文春ね。まあ、でも、こうね、YouTube に載ってればいいですよね。そういう感じで。はい。なんだかわかんないですけども、まあ、イルミナティですね。まあ、この。なんとか党とかね、そういう、党の人はね、参政党のこの一般の方は違いますけどね、違うと思いますけどね。まあでも、お金もらってんでしょうね。お金もらってんだからね、お金もらってやってんだから、まあ同じことですよね。学校とか病院とか公務員とかね、そういうのと全部同じですよ。まあ、なんとか党ってついてるのかね、そういうのはもう全部イルミナティですからね、イルミナティの人ですよ。割合はともかくね。まあ、こうやってね、名前が出てくるってこと自体がね、もうイルミナティしかね、ほぼ出れないんですよ。だから、なんかいろいろ叩いてあれしてるのもね、いろんなことでね、叩いて有名になる人いるじゃないですか。ね。だからそういう人も別に、まあ、そのうちね、大和ピュアラブさんとか全部やってくれると思うんですけどね。こう有名になる人っていうのは、まあ、本当に、こうやってね、なんかあるわけですよ。なんかなかったらね、この有名にしてもらえないからね。そういうふうにですね、まあ考えていただいてね、ただね、何にも知らない人がいるから、何にも知らない人がいるから、みんなね、もう分かってる人は分かってんですよ。マッチポンプっていうのね、分かってるわけですよね。両立てなんですよ。両方用意するってことでね、もう、何千回録音してきたか分かんないですけども、両方用意するんですよ。正義と悪を両方用意するんですよ。ね。で、それもね、どこまでね、あれしてんのか分かんないけど、まあ、逆らえないんだと思いますね。逆らったら、どうなるかっていうのはね、もう今までそういうふうになってる人いっぱいいるんでね。そういうことだと思います。はい。はい、どうもすいません。失礼します。